おむつ交換台の例おむつ交換台は、乳幼児を上に乗せて、おむつの交換ができるように設計された小さな台。ベビーシートと呼ばれることもある。子供部屋用品の一つで、一般に木製である。最上部は、おむつ替えの作業中に乳幼児を寝かせられるようにできて、おり、その下には引き出しまたは、空間が備え付けられており、おむつやお尻拭き。 ベビーパウダーなどのおむつ替えで必要となるものが収納できるようになっている。日本の公衆トイレに設けられたおむつ交換台、公衆トイレの多くにはおむつ交換台が設置されている。これらの交換台のほとんどはプラスチック製で使わないときは邪魔にならないように折りたたむことができるような壁掛け式になっている。公衆トイレにおむつ交換台が普及したのは1990年代の ことである。普及しだした当初は、女性トイレを主としておむつ交換台が設置されてきたが、平等な子育てプロジェクト創設者のエリック・レッツのロビー活動により、アメリカ合衆国やカナダでは、男性トイレにも交換台が普及していった。おむつ交換台の不足は、子連れを理由に外出を控えることにつながることを示唆する研究も存在する。アメリカ合衆国では、 バラク・オバマが2016年に署名したベイビーズ法によって公衆が利用できる連邦政府施設内の男女問わずトイレのすべてにおむつ交換内の設置が義務付けられた。またニューヨーク市でも公共に開かれた男女問わずトイレのすべてにおむつ交換内の設置を義務付ける条例が2017年に通過している。日本においては公共交通機関を対象とした ガイドライン、公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインが2001年にまとめられた。このガイドラインでは、乳幼児連れや身体障害者等の旅客に配慮した多機能トイレを1カ所以上設置し、乳幼児用のおむつ交換台を標準設置するように求めているが、拘束力、強制力はない。2004年6月には、少子化社会対策大綱が少子化。 社会対策基本法に基づいて、閣議決定、発表された。この対抗は、妊婦、子供及び、子供連れの人が利用する、建築物、公共交通機関及び公共施設等について、ベビーベッド等の設置されたトイレの整備を男性による、利用にも配慮しながら促進すると、男性による育児を踏まえた内容が盛り込まれた。地方自治体の条例としては、 床面積1000平方メートル以上の百貨店や飲食店等のトイレに乳幼児のおむつ交換ができる設備を設けることを義務付ける東京都や大阪府、兵庫県の条例が存在する。おむつ交換台は乳幼児の排泄物に直接触れてしまう恐れがあり、時にノロウイルスの感染経路となることがある。生後6ヶ月を経過した乳幼児は、 おむつ交換台の上で寝返りを打てるようになっている。転落防止のために、おむつの交換に必要なものはあらかじめ用意した上で、あやしつつも素早く交換することが求められる。折りたたみ式おむつ交換台の事故も多く、報告されている。2007年9月26日までに17件、2006年から2010年までの間に18件の転落事故がそれぞれ国民生活センター、 消費者庁に報告されている。おむつ交換台はその利便性から、親や姉妹兄弟の排泄時に乳幼児を寝かせておくためにも使われるが、これは目的外利用である。また、折りたたみ式おむつ交換台はベルトを備えていることがあるが、あくまでも横ずれ防止のための機構であり、乳幼児の転落を防止する効果は含まれていない。さらに、 2000年代初頭以前に設置された古い製品の中には、台が新平らで柵が設けられていないものもある。そのため、メーカーや消費者庁は、おむつ交換台を使う際は目を離さないように注意を呼びかけている。ありがとうございます。